はい、こんにちは。今日も宝塚の話をさせていただきたいと思います。今日はですね、先ほどのホームページの方に花組の劇場の配役が発表されました。いやー、これね、前も言いましたけど、私チケット取れておりますので、もう今から楽しみです。公演してくれればですけれども、本当に楽しみにしております。決まりました。もちろんですね、主役主演は戸脇瀬谷さん、97期戸脇瀬谷さんですね。いやー、もうこの方はですね、まあ歌、ダンス、芝居とも三拍子揃った、もう 99.5% ぐらい次期トップになるであろう方ですので、もう安心して見ることができると思っております。楽しみ。いや、このね、この話はもうあえてしませんけれども、なかなかですよね、カルメン、ちょっとね、本当に子供には見せられないような内容ですが、まあね、ドン・ホセさんがカルメンに出会ってどんどんのめり込んでいくというね、もともと軍隊なのにもかかわらずね、もう最終的にはね、悪い方のトップになって落ちていくと。かつね、言っちゃいますけど、カルメンさんをもですね、まあ嫉妬からゆえに、まあ愛しすぎたがゆえにという形で、何その結末というね、ちょっと個人的にはあんまりね、バッドエンドは好きじゃないんですけれども、がっつりバッドエンドのお話になります。さあ、戸脇瀬谷さんがね、どこまでこのね、カルメンとの濃厚なやり取りとともに、その落ちていく、嫉妬に狂っていく感じ様をですね、出すことができるのか。そして、ね、ちょっと今まで、これもう4公演目になりますね。しずきあさとさんがやられて、ゆずきレオンさん、玉吉がやっての4作目、4回目。もう、歴代本当に歌うま、歌唱、声がね、響く人たちがやられております。そして、この演目、結構ね、この補正役はブワーンって歌いますので、ね、心に響く歌、期待してます。頑張ってください。体調にお気をつけいただいて頑張ってください。はい、楽しみですね。もう本当に嫉妬に駆られて狂っていく様。まあ、まずね、初めにブルーの軍服の姿、かっこいいですからね、ここをね、本当にかっこよく演じていただきたいですし、うん。いや、まあでも本当に戸脇瀬谷さんならもう全く問題ないと思って楽しみにしております。見に行きます。はい。そしてですね、カルメン。まあ、もうこのね、演目は正直カルメンが主役と言っても過言じゃないぐらいですね、ずっと出てますよね。まあ、そして歌はもう聴かせる歌ばかりですし、まあ、なんといってもですね、魅力あふれるジプシーっていうんですかね、もう自由奔放な魅力あふれる女性、まあね、ドン・ホセを誘惑して好きにさせなければいけませんし、だけれどもくっついてからもですね、私は縛られるのが嫌いなんだっていうね、強い女性というね、感じがしますが、それを今回105期生の星空美咲さんですよ。やっぱり来ましたね。これはもうこのトップ決まりなのかなと、次期花組トップの2人になるのかなとちょっと思わせる、やっぱり来ましたね、星空さん。この方は歌うまいですからね。さあ、その上でね、この大人の魅力あふれる女性をどこまで演じきるか、もうぜひ殻を破ってですね、殻を破って戸脇瀬谷を、ドン・ホセをですね、がっつり自分の手のひらで転がしていただきたい。ちょっとね、本当にある種迫力がすごく求められる役なのかなと個人的には思っています。歌はもう全く問題ないと思いますので、あとは色気と迫力をどこまで出し切るかですね。
これもね、歴代がすごいメンバーで、レジェンド花房真理さん、そして夢咲ねねさんで真木玲香さんとね、今なおミュージカルでもう本当に一線を走ってらっしゃる皆様が演じてこられている役になります。これはね、本当にあの東方正はもちろん宝塚バージョン、宝塚バージョンというか、まあ宝塚ではね、トップ男役トップを立てる役になってますので、東方正があれですけども、カルメンも本当に主役、歌もいっぱい、演技時間も多いとなりますので、楽しみ。もう本当にこの2人の絡み、まあ、もう次期トップのお披露目公演の前座と思ってもいいんじゃないかなと思う、ものかなと思っております。もう楽しみです。はい。そしてですね、そしてびっくり、ポスターにも出てましたけれども、メリメまたガルシア、この2役をナギナルーミさん来ました。カチャさんがまさかのですね、戦火からの殴り込みだけでなく、前回ですね、あの玉吉さんの月組で全く同じ役をやっていらっしゃる、まさかまたあの眼帯を見ることができるとはということでですね、いやすごい方ですね、この方ね。そう、前回からもう7年半経っていると。ただもう見た目も全く変わりませんので、まあ安心して、あのね、落ち着いた役と悪い役と二役をね、見ることができるんじゃないかなと思います。いやすごいですね、継続は力ですね、素晴らしい。そしてもうカルメンをくどくですね、イケイケオレオレの闘牛士エスカミリオに綾木ひかりさんが来ました。97期同期ですね、綾木ひかりさんですね。うん、いやもちろん全く問題じゃないですね、素晴らしいと思うんですけど、個人的には結構ね、優しい人っていうイメージ、優しい役も多い、まあ、優しい人なのかな、弁護料とかね、あの優しいイメージがあったので、今回この闘牛士はもう自信満々のオレオレキャラ、オレ様キャラですよね。カルメンは俺のものになるであろうと、勝負には負けねえんだよっていうね、いう役になりますので、これをね、ちょっと綾木ひかりさん、ちょっと私の中では優しいイメージがあったので、どこまでそれを弾けれるのか楽しみです。でこれも歌もね、あの聞かせる歌ありますんで、いやどうなのかなっていうとこですね、楽しみですね。そしてミカエラはドン・ホセの婚約者ですね、ドン・ホセの婚約者が先のミヨンさん来ました。101期先のミヨンさん、この方も歌うまジェンヌさん、そして日本人が好きなですね、奥ゆかしい待女というかね、純情、純粋、従順、うん、なんかもうね、すいません、怒られそうですけども、日本男児が好きなついてきてくれる女性と、ね、ずっといろね、ドン・ホセはね、もうカルメンに惹かれてしまって狂っていく人生の中にもかかわらずですね、まあ一番の被害者とも言ってもいいぐらいの婚約者の方なんですけれども、ずっとね、ドン・ホセをまあ見守っている役ですね。本当に綺麗な歌がまた多いです。3人で歌う歌ありますね、あのドン・ホセとあのカルメンとこのね、ミカエルの3人で歌う歌、これすごく素敵な歌なので、もう今から、ね、娘役ナンバーワンナンバーツーがもう歌うまいので、これは楽しみですね、楽しみ。まあ、この主要メンバーがね、本当に楽しみすぎるメンバーですので、いやもう今から楽しみですし、またね、月組のにいらっしゃったシモンユリアさんが今や花組副組長でいらっしゃって、嫌な役スニーカーをやってくれますので、まあこの方は私の基本的に個人的にすごく好きなので、楽しみにしたいなと、もうこういう役をやるね、あの年次なんだなと思います。いやもう本当に楽しみなんですが、今日ですね、まさかの昨日始まった月組のフリューゲル、今日休演というね、びっくりニュースが入ってきました。そしてそれがコロナ感染者が増えてしまったからということでなんですけれども、
開演のね本当に少し前に決定したと。最悪ですよね本当に。そのね今日チケット持ってた方ね、本当東北から泊まり込みで来てた方とかもいらっしゃると思うんですけれども、そんな悲劇、いやー怖い。ちょっとね本当、まあもちろんね感染症等なので、まあ仕方ないことなのかもしれませんが、もうねコロナもねインフルエンザももうまあ言うてももう 3,4 年前から始まっておりますので、もう少し早い対応ができないものなのかなと思いましたし、あとですね、やはりこの今弁護士による調査チームによってですね、この結果次第では宝塚正直どうなっていくのかがまだまだ見えないというところ本当にありますが、まあそのね難しいモヤモヤな気持ちもありますが、チケットが当たってみたいというこの気持ちもありますので、まあ一番は本当にきちっといろいろなことが解決した上で見ることができれば最高だなと思っております。この劇場は11月17日から12月の12日までの公演となっております。はい、無事にですね公演がありますことを祈って、過去作品をですね見て復習して、予習をして当日を迎えたいと思います。ということで今日は花組の配役決定についてでございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。